尾行されなかったわね。ああ。始めましょう。水面を注意深く観察して、何一つ見過ごしてはダメよ。グレアメエッドウィン、目がイルメガアファルテ。グレアメエッドウィン、デアグネスカルライエスプレッシェナエッドクレイテ。見覚えがある。浴場、知ってる場所だ。ディクストラだ。フィリパは彼の浴場にいる。予測できたはずだ。はい、どうもエルザです。いきなり始まりましたが、今回はトリス編ですね、やっていきたいなと思います。まあ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 、浴場に行こうということなんで、まあ、過去か未来か、これ多分分かんないだろうね。過去か未来か。つい最近よ、急がないと。じゃあ行きますか、浴場だ。浴場へ行こう。まだ間に合うかもしれん。行きましょう。さあね、今回はちょっと始まりがいつもと違いますが、まあトリスとね、クエストをこなしていくわけですが、間に合うかしら。ディクストラが何かしてなきゃいいけど。あるいはディクストラの方がやられてるかもな。それはないわ。ディクストラは資格を送られたことを根に持っていた。しかもフィリパは、ね、あ、弱ってるんだね。何ゲラルト。ん？それでは。じゃあな、トリス。普通に会話始めてびっくりしたよ。あ、走ってる時に話すになったからか。さーて、曲がってこの奥やね。さあ、フィリパはどういう感じ。ん？フィリパは甘く見たらしいな。あなたの言った通りね。人間の姿が強力な魔力を感じる。中に入らなくちゃ。まあ、軽く見すぎたな。ここは迷路だ、魔女め。決して出られんぞ。あ、いたね。終わんか。任せておけ。おい、待て。女魔術師は残れ。まあ、トリスは一緒に来る。一緒に行く。そうはいかん。いいな、ゲラルト。残るわ。こっちに逃げてくるかも。すぐに戻る。そっか。向かってくるなら倒すまでだね。魔法を使ったな。そう。なんだと？ああ、魔法が使ってきますな。いていていて、いていて。こういうふうに。さあ、刀はもういらんだろう。あくまで話しに来ただけだからね。あら、したか。おお、懐かしいな。いや、ほんとね、おさらいみたいな感じになってるからね。あれ、さあ、ここって。今は私が主人よ。私を守るの、分かった？バート、分かった。やっぱそうなるよね。誰も通さないで。バート、ここに立つ。誰も通さない。まず盾がない方を
はい、カウンター、はい、近づくやつだ。いっ、ういカウンター難しいね、やっぱね。トロールはどこ行った？あ、バート。いや、バート話せるか？ウィッチャー通さない、綺麗な女がダメって言った。クソ、また呪文だやつったか。あの女性を助けたいんだ。あの女性は怪我をしてる、助けたいんだ。女は通すなって言った。バート通さない、腹痛を起こしたことは？あー痛い、バート昔古いドラウナー食べた。彼女はドラウナー100匹分くらいの腹痛に悩んでる。バート、いや、ドラウナすごく痛いの出る。通せ、助けてやれ。バート通す。ウィッチャー助ける。いやー、よかった、バート傷つけなくて済んだからね。あ、よかったよかった、助けたいんだ。これは無用よ。ちゃ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 、その手だ、そういう手助けじゃなくて、僕か。フィリパどこだ？いや、近くまではなんか。傷つけるつもりはない。はい。はいか。いや、あ、刀一応しまっとこうか。敵意はないっていうね。助けたいんだ。残念だけど信じないわ。おー、なんだこいつ、炎のエレメンタル。炎か、どうしよっかね。風だ、風で飛ばしてみるか。いき、うわぁ、成功やったね。そっか、歯がねえじゃん。する気はないからね。よし、ゴーレム、よし、手に入れた。さあ、ウィウィ。おーおーおー、雷か。さあ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 、殺すつもりなら君はとっくに死んでる。なら何が目的？どう思うかしら。いい趣味をしてるわね。力を借りたい。もし裏切ったら。落ち着け、その予定はない。外にいるトリスが全て説明してくれる。
うん、無事。まさかゴーレム出してくるとは思わなかったけど、まあ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 、剣閉まっててよかったね。誠に遺憾だが、女性には一緒に来てもらう。ディクストラ、今は時間がないんだ。どいてくれ。お前に不服はない。だがフィリパとは積もる話がある。愛しいフィリパ、俺に暗殺者を差し向けただろう。それではダメだ。そういう問題は自らの手で処理するものだ。今から実証してやろう。彼女の力がいる。そうはさせん。彼女の力が必要だ。知ったことではない。この瞬間はずっと待っていた。だからお前の計画などマハカムの雪ぐらいどうでもいい。フィリパは連れていく。そして俺に対する仕打ちの責任を取ってもらう。ああ、ミノガさんはニルフガード皇帝の狙いを教えよう。お前は情報の価値を知っている男だったな。ゆえに俺が知らんことをお前が知ってるとは思えん。ニルフガード皇帝は商業協会を支配できなかった。反対派に尻をかじられてるのか。うん、どうやら舞い踊る白衣も長くはなさそうだ。娘が戻った。皇帝は退位して娘に帝位を継がせるつもりだ。シリラ、そんなバカな。それは戦局を変えかねる。だがフィリパに何の関係が。シリをワイルドハントから守るのに協力してもらう。行け、俺の気が変わる前に。まあやはり情報戦やね。時間がかかってごめんなさい。衛兵に手間取って。こんにちはトリス。フィリパ、大丈夫なの？なんとかね。ここから出してあげる。大丈夫か？ええ、協力に感謝するわ。またワープか。門使っていくね。じゃああとはアバラックだね。レベルも上がった。こっちこっちこっち。アバラックどこいいんだろうねって。多分すぐ近くなんだろうけど。さあ近いかな、距離はね。意外と早かったね、今回のトリスのやつはね。トリスのクエストは長いっていうイメージが強いから結構大変なんだけど。さあ、アバラックとは何があるのかな、クエスト的にはね。今のところ全員クエストがあるからね。いや、馬が呼べたら。あ、呼べるね。いるじゃん。はい、乗せて。走れ。あ、走らせることはできないのか。そうだね、やっぱ全力で走らせれないもんね。まあちょっとゲラルドの足よりかは速いか。さあ、アバロックどこだ。レダニアの兵士は面倒だわ。ゲラルド、全部ただでやらせようとするの。あれ、場所的には、いや2階か。2階の、いや、3階か。お、シリ。ゲラルト。何があった？何かが起きそう。フィリパとマルガリータが私と話したいって。何の件だ。お前の噛みつきはしない。嫌な予感がする。嫌な予感がする。時間を無駄にせんやつらだ。嫌な予感がする。同感よ。人考えがあるのね。ご親切に教えてくれるみたい。お前なら一人で大丈夫だ。怖がることなどない。行って話を聞いてくればいい。もし何かに引きずり込もうとしたら、簡単に手玉には取られない。マルガリータが気にかけるのはお前の教育だけだ。政治に利用することはまずない。フィリパは手強いな。
意地の悪い駆け引きをする。だが意志の強い者に敬意を払う。もし申し出をしてきっぱりと断られたらそれを尊重するだろう。ありがとうゲラルト。まあ行け。作戦を練る時間をこれ以上与えるな。まあ知りだったら大丈夫、一人で。ついていかないの？シリについて真剣に考えさせたい。なるほど、そうね。まあいつまでも子供ではないからな。心配するな、シリなら大丈夫だ。落ち着け、大丈夫だ。マルガリータは乱暴しない。でもフィリパは危険よ。シリはもっと厳しい状況を無事に切り抜けてきた。そうね、私たちが教えた知識や技術が彼女の助けになった。その通り、だから恐れることはない。ええ、ちょっと見てみる。やめておけ。やめておけ、そんなに信用できないのか。フィリパとマルガリータはね。じゃあなぜこの話し合いを許した？あなたと同じように、シリに敬意を払わせるためには私に頼ってる風に見えちゃいけない。何が見える？何が見える？フィリパが話してる。シリは落ち着かないみたい。止まったわ。何かを言ってる。フィリパが青ざめたわ。いいぞシリ。それでこそシリだ。一括したんだろう。静か、来るわよ。それで盗み聞きしたでしょ。ああ。いいえ、少しも変わってないわね。そりゃね。何があったか話して。何を話したんだ。話したくない、今はまだ。ええ、その気になった時でいいわ。緊張をほぐさなきゃ。散歩に行くね。ぶしつけね、相変わらず。一体何の話だ。何でもない。俺はただ、アバラックに会いなさい。話がしたいそうよ。まあ一応ね。一応話には乗ったけどね。すげえ、経験実践もらえるんだ今ので。あと1000で30か。結構ここに来てガンガンレベルが上がるようになってきたね。誘発剤赤弱、人狼誘発赤欲しいね。勇気、錬金術で誘発剤が緑赤、今日がないか。青も作れない。いや、はいか。さあ、アバラックと話しますか。おお。まあ、いっか。シリ神でもいるか。なんというか、お前も男なんだな。お前たち人間の思考は気色が悪い。ハゲ山での守備は聞く必要があるか。賢者だろう。礼儀として聞いている。もっとも貴様にはそういう概念が欠けているようだ。シリは急いでいた。知っている。手紙にも書いてあった。だがそれに関心はない。貴様はイムレリスを巧みに排除した。私を刺激するほど巧みにね。
はっきり言え。もったいぶるのやめろ。疲れてる。将軍の一人を失ったことはエレディンを弱らせた。残るはあと二人。どうやって片付ける？カランシールは中心だ。だがゲールズは違う。彼は前王の追随者だった。その敬愛なる前王を毒殺したのはエレディンだ。ほー、マジか。ゲールズがエレディンを裏切ると誰がその事実を知っている？なぜエレディンを殺したと分かる？どうして知ってる？ハッタリが？やつは謀反を知る者をごく少数にとどめた。その多くはすでに死んだ。質問に答えていない。どうしてかは重要ではない。重要なのはこの状況を利用できるということだ。ゲールズと取引をするつもりか？ゲールズを殺すつもりはなさそうだな。そういう極端な手段は好ましくない。つまりそいつに取引を持ちかけるつもりか？ご明察、優秀な生徒だ。おお、手っ取り早い。何か計画はあるのか？分かった。それで計画は？ゲールズを連れてきて真相を教えるんだ。素晴らしい計画だ。居場所さえ分かればな。本当だ。アインエレの血だ。ん？アインエレ？アインエレの血？思い出せないのか？しばらくの間エレディンと旅したというのに。いや、記憶がないんじゃないかな。かつて我らがたどり着いた世界、我らの故郷だ。赤の騎兵団とゲールズはそこにいるのだ。どうやって行くんだ？お忘れのようだな。お前とシリは世界の間を移動できるかもしれんが、俺はそうでもない。ここ以外にも多くの世界が存在することは知っているな。それらは通路でつながっていて、隠された入り口から中に入れ。無論そのような入り口を見つけられる者は人にいる。例えばエルフの賢者が？例えばな。そういった通路の一つがもうすぐ開く。幸運にも我々の近くでな。この建物とブッチャーズヤードの間だ。どうだ、一緒に行くか？すぐ行こう。行こう。はあ、まさか利用するとはね。それちょっと面白い展開やね。この家は知っている。ここからゴドリングを追い出すはずだった。はず？無害だと判断した。あ、夏希。まあ追い出さずにっていう感じだったからね。引っ張らないで。でも三つ編みにしたいんでしょ？でも髪を引っ張られたくなかった。ちょっと我慢してよ。めっちゃ仲良くなってるじゃん。あら、サラ仲良くなってんじゃん。リーチャー、リーチャー、コリンヌ、お客さんよ。おう、一緒に住むようになったのか。知らなかった。サラが悪魔の原因だって聞いて、本当にそんなに恐ろしい悪魔なのか確かめようとしたの。蓋を開けてみたら悪魔なんかじゃなくて可愛らしい猿だった。理由はわからないけど、すぐに仲良くなったのよ。大昔、人間は獣から自分たちを隔てるために町を建設した。だが獣は壁の内側を自由に歩き回り、人間の恐怖が和らぐことはなかった。壁によって保障される安全など存在しない。鍵をかけて全てを締め出してもそれを家とは呼ばない。時として家とは長い旅路を経て見出すものである。まあちょっと苦労はしたんだろうけど。幽霊屋敷はこれで完了。はあ、追い出してたらまたちょっと違ってたんだろうね。あ、すごいね、いろいろつながってくるね、ほんとね、どんどん。いや、したか。
繋ぐ橋だから下か。この辺り、いや反対側か。いやまだあ下か。まあ、いいや。通路がある。おお、この壁の向こうだ。あ、本当だ。すげえ、ワープある。さあ、行きますか。この壁の。ここだ。一旦入ればゲールズに会うまでは戻れない。準備はいいか。よし、行こう。いいか。どこに着いたにせよ、これと似た場所を探せ。また会おう、いずれな。別々に着くのは？その可能性はある。私にはジルエアへのほどの力はない。彼女は時空を操りし者だ。私はこの秘密の知識を少し利用できるだけだ。時は来た。もうま嫌いだ。酔うんだろうね。さあ最後の準備、クエスト完了したね。どこだここ。また全然雰囲気の違う感じで。まあ、またレベル上がるだろうけど、時空を超えて、次の通路を見つける。リディウェイト砂漠にようこそ。俺たちの世界のどこかか。貴様の世界にこんな峡谷がある。ほら、行くぞ。はあ。まったく。ここは何なんだ。とても古い世界だ。破壊し尽くされた。生き物はいるのか。水なしで数ヶ月の間生き続けられる砂漠の生物が主だ。なあ、それと地下深くに巨大なサンドワームがいる。気づかれないように注意せねばな。めちゃくちゃヤバいじゃん。人々やエルフはいたのか。世界を破壊するのは人間型生物だけだと思うか。じゃあ何がいた。意識を持つ怪物の類か。あの崖を見ろ。何か思い出さない。あの崖、大きな川の底みたいだ。もしくは海底か。ここに水中生物がいたってことか。生物はいない、海だけだ。何が言いたい。多種多様な世界があり、生命はさらに多様だ。その多くは貴様ら人間よりはるかに高い知性を持つ。だがどれだけ知性が高くとも、生命というものはその世界の資源を使い果たしてしまうようだな。ああ、門だ。遺跡のように見えるが、見かけは当てにならぬもの。じゃあ何を待ってる。開くのだ。そう長くはかからん。はあ、じゃあこれは現代の未来っていうことも考えられたね。ん？何事だ。サンドワームが我々に気づいた。最高だよ。開いたら私が続いて飛び込め。3、2、1。よし、時間どおり。アイテムは取れない。ほっとして。今だ。
あー取れないね、なんかそういう風になってるね。さあ行こう。さあ今度は大丈夫そうだね。時空を超えて続き。アバラク、あー別々になったか。とりあえず降りていくか。あったぞ。さああんな遠くに時空が。ぐるっと回っていくか。あまり感じのいい切れではないな。そしたらイグニでよ。ダメか。くそ、息を止めていないと。やばいやばいやばい。あと少しで窒息していたな。いや意外とやばめやね。ささ走って走って。そこの下を降りると、あ、力の場がある。力の場だ。マジか。あっち行くには下か。下は下？結構距離ない。それだとくるって回れそうかな。いやーめちゃくちゃ呼吸がね。中を走り抜けるかな。行け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 、ゲラルド。よし、減りが早っ。回復しとくか。いやさすがにこれは抜けれんやろうな。燃やしてもダメ、まあ、とりあえず回復しきったら一気に行こうかな、あそこまで。でもいい。お、いや意外と。よし、危な。さ、乗ってこれでちょっとは近づいたかな。さあこっから、向こうね、走り抜けてって言った方が良さそうやね。さあ走り走り。うん、これでいけそうやね、無事ね。さあ走り抜けて次に行く。え、水？まあ目の前あったからね、どんどん行こうよ、どんどん。さあ次は遺跡。いや雪か、洞窟の中だね。寒い。そうか、必ずしもいい場所とは限らないんだもんね。あ、よし。どこかに隠れないと凍死するぞ。やばい。しかも月の通路を急いで見つけないと。途中で休みながら進めば通路までたどり着けるはずだ。エッセンスがなぜか落ちてるね。次はあそこか。直接ダメージが入るって感じか。次はあっちだね。
壁よけながらっていう感じか。なんか灯台っぽいのがあるね。下は行けるか。おお、綺麗に滑っていったね。こんな場所に明かりが、誰かがつけたのか。あの気難しいエルフの賢者だといいが。神雪が積もってる。いつからこの猛吹雪が続いてるんだ。あ、本来は上の方から来る感じか。まあそんなね、こういうところにレアアイテムがあるとは思えないけど、さっき力の場があったぐらいだからな。そんなあるわけないよね。よし、こっから次の室内に向けて移動しますか。こっから良さそうなのは、さあ降りていって、危ない危ない、風よけやね。さあ、降りる感じか。やっぱりお出ましか。予想はついていたぞ。さあ、いるか。ワイルドハンとかいるから、まあイグニでそのままでいくか。結構どこそこ隠れれるね。で、さあ部屋根があるところ入って、いやー、ワイルドハント出てくるか。まあ、そりゃあね、わざわざ会いに行くんだからそうだよね。アンナの式って、やっぱ、あれか。僕たちの世界の方か。現実っていうかね。で、抜けて、どっか室内通っていければいいんだけど、まあそんな甘くはないよね。さあ、月のかけらがやたら手に入る。ながら、さあ着いたね。あとは、エルビルの日記と、エルビルか。いや、いけない。登れる。いや、登れんな。おー、滑るー。いや、状況がちょっと悪い。あー、そういう動きになるのね。相手にしない方がいい。
さあどう？いやー、まあ回避枠持ってて正解だったね。さて、これを降りると時間がかかったな。何か問題でも？いや、景色を堪能してただけだ。この場所は何だ？来たことがある感じがする。貴様はここでエレディンの影と戦った。その前にはシリが戦った。貴様のためにな。一体何の話だ？どうやって悪の騎兵団から逃れたか不思議に思ったのか。何度もある。だが何も思い出せない。シリが助けに来た。貴様の危機を察知し、ワイルドハントから引き剥がし、ケイヤモルヘン近くの森に置いてきたんだ。それでエレディンもシリを追い始めたのか。俺のせいで。なぜあいつは何も言わなかった、はあ、話してどんな。ここはどこだ？ここはどこだ？アインエレの世界か。いや、テッドデリーだ。終わりの時、白き死後によって崩壊してしまった世界だ。すべてのものの運命だ。時はそれぞれだ。ずいぶん冷静に言うんだな。エレディンは終末に耐えきれず、恐怖に支配されてしまった。同じ過ちは犯さない。どういうことだ？とにかく今は時間がない。そうか、ゲールズはなぜそんなに重要なんだ？ゲールズを追うのは大仕事になりそうだが、奴の何がそれほど重要なんだ？エレディンは全王とは違う。力そのものに惹かれ、官僚社会に必要な忍耐力を備えていない。奴は常に赤の騎兵団を従え、戦場で時を過ごす。おのずと優れた総督が必要になる。ゲールズは優秀な役人であり、狡猾な策士だ。アインエレで最も危険な人物だろう。弱点はあるのか？ああ、正義感だ。まあなんかやっぱ手立てはあるんだね。お前はどこに運ばれた？別行動にならないとよかったんだが。その可能性は警告した。どこへ旅に行った？太陽が失われた世界を通った。ギリギリ次の通路にたどり着いたよ。灯台の火はお前が灯したのか？灯台の火はお前がつけたのか？移動の助けになるかと思ってな。どの道、灯台の役目とは道を照らすことだ。じゃあ来るのは分かったことだ。ここも安全には見えない。行こう。こっち。まあ食えんな。次の通路はいつ開く？間もなくだ。間もなく。早いな。じゃあ行きますか。さあ、なんとなく見覚えがありそうな感じもするけど。目覚めの宮殿、月の宮殿とも呼ばれ、ゲールズの本拠地だ。ゲールズの本拠地ね。報告書。ティラスナロクロブ地方におけるっていう話だね。それだけか。美しい街だ。分かってくれて嬉しい。エルフの建築は人間のものより少し洗練されている。いや全然すごいね。ゲラルトたちの世界も結構それなりに綺麗だなと思ってたけど。いやー、造形美がいい。ああ、滝も
ナイアガラっぽい感じがあるね。すごいね。まあ、誰なの？なぜここにいるの？今日はおしまいだ、我が愛しき花よ。すまないが外してくれ。察するに、これから私たちが論じる話に部外者は厳禁だろ。クレバン・エスペイン・エプカオマン・マーカ、それにリビアのゲラルト・ケドミル。私のモデルは気に入ったか？どこかナラドレに似ている、そう思わないか、クレバン。おそらく身長はな、それだけだ。ああ、なるほど。痛いところをついたらしい。では話題を変えようか。飲み物は？いや結構だ。いや結構だな。茶を飲みに来たんじゃない？そうか。実を言うと、お前がここに現れたことに驚きを隠せない。仲間の選び方も興味深い。まさかアバラックがお前に全てを明かしていると思っていまい？まあ思ってないが関係ない。いや、だがお前の種族に誠実さを求めてもいない。ザレ言はよせ。顔に苛立ちの影が見て取れるな。それでなぜここに来た？大殺しが誰か教えに来た。ここに来るために相当苦労したはずだ。これからつく嘘にもさぞや手間をかけたのだろうな。真実だ。夢で見せてやる。夢見術師がいるのか。直感は正しかった。面白くなりそうだ。こっちだ。さあ信じた方がいい。さあこっち。ウィッチャーのゲラルト、実に行動的だ。行き先を教えてもらえるか？アインシーデの世界へ。今回は直行する。行くぞ、衛兵が来る前に。客人を紹介する必要はなかろう。ごきげんよう、ジルエアエル。では本当なんだな、ツバメがキツネに味方したのか。私たちを敵対させることはできない。アバラックに脅されただろう。忘れたのか、王の信頼を温めさせようとしたのを。君を豚肉みたいに扱った。覚えてる。でもあなたがあいつに私の処遇についてどう話したのかも覚えてる。そして赤の騎兵団がケイヤモルヘンでしたことも。口論しに来たのではない。約束した証拠はどこにあるんだ？夢の中で見ることになる。ああそうだ、夢見術師か。決して偽りのない光景、エレディンがどうやって王を殺したのかを見せたいのか。その後は私にアインエレを率いて革命を起こさせ、アバラックを神王の座に着かせろとでも言うのか。いいや、エレディに逆れ、それだけだ。好きなようにすればいい。お前の好きなようにすればいい。大殺しに使い続けるのならそうしろ。俺はそれでも構わん。いいだろう。私を夢の世界へと誘い、全王の最後を見せろ。認識を共有するため、全員がその夢を見る。いいと。
奴と戦うならこの世界で自分の選んだ場所でやれ。でなければ勝機はない。スケリチへ行き太陽の石を見つけろ。それがあればナウルファーを召喚できる。エレディンもな。奴が増援を呼んだとしてもアインエレはそれに応えない。正しい選択だ。ティルナリアへの新たな門が開かれ、お前が戻れるよう私が保持しよう。来い。解放されるためにデタラメを言ってたのかもしれん。もっと問い詰めるべきだったか。落ち着いて。アバラックは彼をよく知ってる。戻ったら聞いてみましょう。噂をすれば現れたな。ゲラルトが心配してる。ゲールズを簡単に解放しすぎたんじゃないかって。慎重を期したいだけだ。慎重になりすぎることはない。そうだな。しかしゲールズは約束を守るだろう。エレディンの支援を控えるはずだ。何か計画があるよね。話してくれる？太陽の石を見つけたら女魔術師の魔力を借り、エレディンの船をアンドビクの沿岸に誘い出すのだ。そこで罠を張り待ち伏せする。ワイルドハントの王が現れたら乗り込んで倒す。そう簡単に行くか？エレディンを倒すのはそう簡単ではないが、不可能ではない。全員を集めてくれ。その後スケリッジへ出航だ。さあレベル30ということで、ついに最終決戦の準備に行くかな。いやー、まさか敵をね取り込むとはね。作詞だからそこら辺はうまくできるっていうか、説得材料とか証拠集めとかやっぱすごいね。確信ついて一発で取り込むっていうのは、まあ逆に言えばああいうのは敵に回るとめんどくさいなっていうタイプではあるね。まあ知恵を絞った方が勝ちという感じ。まあやっぱここら辺はやってて面白いね。こういうのがあるといいよね。で次がノビグラドからだろうな。あ、やっぱこっちだね。まあ次はノビグラドのハット場から開始になるかな。この感じだとねレベルも上がっていい感じだし、装備も一回整えるか。10ぐらいレベルがね、下のもの装備してるからね、30近くのものがそろそろ欲しいよね。あ、でももうちょいで31にもなるし。まあまあ、今回はここまでとしておきましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よろければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。